個性的な絵を披露するももちゃんです。お天気を伺っていく前に、先ほど描いた作品を見ていただいてもいいですか？ありがとうございます。山口さんもきっと喜んでくださるんじゃないかなということで、おお、どう反応したらいいんだろうっていう、まあ、はい、まあ、ガオはね、百歩譲っていうんですけど、虎が虎って言わない。そこですか？のとこ。はい。まあ、そうですね。なかなか、いいしましま感が出ているんじゃないでしょうか。もともとは今日虎の日ということで、虎を描いたんですけれど、そういえば、阪神ファンの山口さんは、はい、この虎で、喜んでくださるんじゃないかということで。そうですね。迫力迫力、今のこう、ね、昨日の試合とかを表す迫力じゃないですか。ある意味8も見ますね。8? 白く、黄色と黒のしましま、黄色と黒ですか。確かに阪神カラーでもあるんですけどね。僕もなくはない。あまりトラハンってしづらいところですかね。自ら虎と言ってるんで、虎、今間違いないと思うんですけども、はい。はい。いや、虎さんもこれで、はい、今日もまた頑張れるか。そうですね。望むところではないんですけれども、今日虎の日なので、やっぱり、調子もさらに増してくるんですかね。もうぜひぜひ、もう昨日はね、虎さんにとってはもう、快勝でございましたんで、はい、今日は、今日もでございますね。はい、このままいければと考えておりますので、はい、一つよろしくお願いします。今日こそはそんなトラさんにパワーをこちらに送ってこれ原担ぎしていただけたら大丈夫かな。これがなんか力を削いでるような気がしなくはないですわざとやってるってことはないです、ね、頑張れって。そうですよね。今日はトラの日ということで100歩譲って、このようなイラストもお送りしていきました。ちょっと困りました。ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。無理やりご感想いただいてありがとうございます。では、ここまでは約3時間、ウェザーニュースライブサンシャインをお届けしていきました。馬の正面からのイラスト、描いてみようと思いますので、また機会があればご覧いただけたら嬉しいです。ではここまで約3時間ありがとうございました。それではさようなら。